はい、どうも、ちぃです。はい、ひろです。はい、本日は視聴者参加型の企画でした。今回は栗原が組んだビッグサーバースペシャルゲストでお呼びしました。そのビッグサーバーサーブのスピードを測ってみた。早速今回の栗原のビッグサーバーお呼びしたいと思います。ではこちらにお願いします。どうも、栗原のビッグサーバーこと佐藤です。はい、佐藤くんに、今回来てもらいました。はい、じゃあスピード対決なので今回こちら1万7000円くらいかけて買ってきました。はい、こちら買ってきました。ないないない、じゃでーん。スピードがはい、ということで今回こちらを使ってですね、スピード球速を測って対決していきたいと思います。目標何キロですか？下で見積もって180です。180。おお。さすが。まあ公式テニスの場合200キロ近く、200キロ以上かな。200キロ出ますので、まあソフトテニスの場合何キロ出るかちょっとやっていきたいと思います。では早速参りましょう。レッツゴー。取っていきまーす。146キロです。お、150キロ。151キロ。155キロ。155キロ。大谷越え。おお。164キロ。上がってきてるね。やばい。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずアップからね。178。じゃあちょっと打っていこうかな。174。いや、この服5トンあるから。マジかよ。173。177。おお。180。180。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかテンション低くない？ね、いや、案外さ、180キロ出すって、うん、大変だね。大変ですね、うん、いや、むしろ取ってて軟式って結構早いんだなってのがね。そうですね、やっぱりね、公式200キロ近いサーブ打ってる、まあ、外国人選手いっぱいいるけれど、軟式ってやっぱりどのぐらいが平均的なスピードなんだろうね。まあ、まだ我々がね、検証中ですね。これ今後ね。確かに確かに。そうですね、いろんな人とこのサーブの球速測ってみた、まあ、サブリンピックをオリンピックとかけて。はい、今後ね。ちょっとしらけたじゃん。うん、サブリンピックを今後あの企画として撮っていきたいなと思いますので、よかったら我こそはという、ね、スピードを測ってほしい、もしくは、企画に出たいというそこのあなた、ぜひ、コメントだったり、
インスタの方ですね、インスタグラムの、ダイレクトメッセージ、連絡いただければ、一緒にね、視聴者、待って、めっちゃ息上がってる俺視聴者参加型視聴者参加型の、企画としてサブリンピック撮っていきたいと思いますので、よかったら、コメントお待ちしております。この企画動画面白かったなという方はぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。